神羅万象全てのことを音で表現したいなっていうのが、音楽ってそういうものですよね。なんかここと違う場所に連れて行ってくれる、この方に認められるようになったら僕はなんか変われると思ったんで、お礼を納得させる曲を作れるようになったなと。この世界ってあらゆるものが音楽的だなと思うんで、それを音楽で表現できたら嬉しいですね。作曲家の浅川雅弘です。おかげさまでさまざまな分野の曲を作らせてもらってきたんですけど、例えば日本テレビさんだと、真相報道番記者のオープニングとかエンディングとかを作らせていただいたり、あとは作曲家として以外にもリミキサーとして、ジェット A 名義で、クラシックとかジャズとか映画音楽、あとディズニー音楽、そういったものをリミックスさせてもらって、リリースさせてもらったりとか、私野球が好きで、この間の WBC の中継とか見てたんですけど、見てたら私のリミックスした曲がパッて聞こえてきて、わーってなって、優勝した後のハイライトで私の曲が流れて、そこでもう焦点です。すごく嬉しかったです。私の場合、まず A4 の真っ白な紙に自分の思いついた、まあフレーズだとか言葉だとか、音符だとか何でもいいんですけど、なんか思いついたことをどんどん書いていくんですね。でそれを後からこう俯瞰してみながら、抽象的に眺めながら具体的な音楽に落とし込んでいくっていう作業をします。頭をドーンとか書いてますけど。まあ番組が始まる時ってこうキャッチが欲しかったりするんで、駆け上がりフレーズパラパランとで始まった方が始まった感が出るかなとか、これが番記者、真相報道番記者のオープニングのために作らせてもらった曲です。この番記者のオープニングの曲で30トラックあります。この黄色いところのリズム帯だけでも8トラックですね。ほとんど聞こえないんですけど、シンセの音でこんな音とかも入れながら、リズムの刻んでいるものをちょっと強調させたりとか、そんなことを考えながらイメージしました。まあ、頭の中のことが客観化されるので、客観化されたものをまた見ながら、なんですかね、形として曲に移行しやすいというか、一気に書くときもありますし、もう全然こうその辺に放っておきながら、生活、食事したり散歩したりしながら、あ、そうだって思いついてちょっと書いていったりとか、中学校の時に、担任の先生が音楽の先生だったんですけど、その先生がなんかコンピューターを使ったら音楽が作れるっていうことを教えてくださったんで、でこれはぜひやってみたいと思って、で自分のお年玉とですね、で足りない分を親に出してもらって、あのローランドのミュージローっていう DTM のソフトを、まあ、買いまして、それでこう手探りで始めていったのが最初ですかね。高校に入ると、結構厳しい学校だったもんで、そこから多分逃げてたんだと思うんですけど、曲作りに没頭しだして、それを近所の楽器屋さんの店員さんの S さんに聞いてもらってですね、最初
楽器シンセを買わせてもらったことで、その S さんとかが君曲作るのって言ってもらって、で、いや実は作るんです、あ、じゃあまた聴かせてよって、まあこう品評してもらってたんですけど、この S さんがですね、もうものすごいスパルタで徹底的に否定されるようなことを言われるわけですよ。ほんま才能ないなとかこう言われたり、で帰りのバスでこう泣いてます。で、あの周りのバスのお客さんって大体毎日一緒だったりするじゃないですか。だから あの子泣いてるみたいな感じ、ちょっと温かい雰囲気になってたりとか、周りがなんか当時はカセットテープに4トラックぐらいレコーディングできたりとかして、自然と作る曲もいろんなジャンルになったりとかして、うん、インストからちょっと自分で歌ってみたものとかもあったりとかして、うん、毎日のように作ってできれば持っていってたんで、数えたことないんですけど、高校3年間だけ考えても結構な量でしょうね。ちなみに持っていかれてる中で褒められたものはあります？あ、もう最後の1曲です。最後の1曲だけ褒められたんです。なんかね、すごい壮大な曲だったんですよ。あのロック曲なんだけどちょっとシンフォニックな感じで、でちょっとボーカルも入ったりとかして、でストーリー感もあったりとかして、でそれを聴いてもらった時に、やっと君も俺を納得させる曲を作れるようになったなと。その時でもちょっと泣きましたけどね。それは嬉しい泣きです。達成感で。得意な楽器はシンセサイザーをはじめとして、まあピアノだとか鍵盤楽器ですね。作曲家だというのもあるんですけど、即興の方が得意で、決まった曲を決まった通りに弾くのはすごい苦手で、まあ、即興ってイコール作曲にもつながるので、得意といえば得意ですね。どうしたらプロになれるのかなって分からなくて、で地元のラジオ局があって、そこに僕の曲持って行ったら流してもらえて、誰かに聴いてもらえて、なんか広がるんじゃないかと思って、当時はあのネットとかもないんで、どうやったら発表できるのか広げられるのか分からなかったんで、で持って行ってみたんですよ。でお偉い様がいらっしゃってですね、で、あのこれ聴かせてもらったけど、ちょっと放送には載せられないのと。でもなんかあなたよく一人でこんなとこ乗り込んできたわねと、なんか面白そうだから、よかったら番組とかやってみないって言ってくださって、でしばらくあの番組のパーソナリティとかミキサーとかをやらせてもらって、そこで、まあ、その方なんかあの大阪のラジオ界のなんか名物みたいな方だったらしくて、で出向で来られてたんで、いろいろ音楽業界のことを教えていただいたりとか勉強させてもらってたんですかね。25とか25、6ぐらいかな。当時は結構厳しかったですよ。あの数日ご飯食べてない時とかもあったりとかして、だからその放送局の方も、君大丈夫なのって急に言ってもらって、え、何がですか、なんか死にそうな顔してるけどとか、え、そうですかとか、なんかちゃんと飯食ってる、いや実はここ2、3日食べてなくてとか言って分かった、じゃあちょっと食べに行こうとか言って連れて行ってもらって、あの牛タンとか食べさせてもらって、これがもうめちゃくちゃうまくて、泣きながら食べてて、しょっからい牛タンだなと思いながら涙の味と、はい、そうそう、あれは忘れられないですね。あらゆる音がすごく興味あったんで、だから音楽もどんなジャンルとか関係なしに、とにかく面白いなと思ったら何でも聞いてたんで、アルバムで換算すると1万枚以上は聞いてきたと思います。お仕事は時々いただきながら
生活も結構ある程度潤いながら、でも結構時間は余裕があるっていう期間があったので、これはやっぱり自分を磨くなんかいいタイミングだなと思ったので、シアトルの方に行って、ハリウッドで活躍されてた作曲家でハミーマンさんに映画音楽だったりオーケストレーションだったりを習いに行ったりだとか、自分をこう成長させられるようなことに当てていました。まあやっぱりハミーが実際に手書きで書かれたスコアを見せてもらったっていうのが当時はすごく大きかったですね。そういうのなかなか見る機会がなかったんで、やっぱりアーティストの手仕事っていうか、かっこよかったですね。ちょっと朝はゆっくり寝させてもらって、で起きてから夕方ぐらいまで作曲作業するんですけど、ちょっと息抜きしたい時とかは、近所散歩したりとか、最近ちょっと神社仏閣巡りにハマってるんで、そういうこともしたりとかですね、してますね。トドロキ不動尊というところで、23区唯一のトドロキ渓谷というところのすぐそばに立っているところで、すごく心が落ち着くというか、ちょっと仕事の間が空いた時とか、ちょっと息抜きしたい時とか、リフレッシュしに来てます。せせらぎの音だとか、あとセミの声だとか、いい音楽ですね。4kHz ぐらいの音がなんか鳴ってるかな。その辺の音ってやっぱりなんとか感じやすいんで、散歩してる途中ってすごくアイデアが浮かびやすいんですよね。なんか、煮詰まったりとかした時とか、散歩したらすごいいいアイデアが浮かんだりとか。例えば以前来た時にキジバトが鳴いてて、すごく可愛いというか綺麗というか、で時々こうハモったりハモらなかったりの絶妙なこう掛け合いがあったんで、これすごく音楽的だなって言って、でそれをテーマに曲を作ろうかなと思いました。散歩してるとそういうたまたまが出会えるんで、すごくいいですね。近い目標としてはアニメであったりドラマであったり、映画であったり、そういった音楽を担当させていただければ嬉しいなと思います。遠い話になってしまうんですけど、一生を通してこういうことできたらいいなっていうのがあって、それはこの宇宙のですね、神羅万象全てのことを音で表現したいなっていうのが最終的な目標ですね。いや実は60歳ぐらいまでにこうなっていたいっていう目標、状態の目標があったんですけど、それが30代前半ぐらいの時に気がついたら、あ、もうあれ叶ってしまってるってことに気づいてしまって、でそこからしばらくなんか自分を見失ったというか、どこに進めばいいか分かんないみたいな時期があって、もうこうなったら到底叶わないであろう夢を自分が持っておけば、こうやって方向を見失うこともなくやっていけるかなと思ったんですね。まあ本当にこの世界ってあらゆるものが音楽的だなと思って、それを音楽で表現できたら嬉しいですね。